師匠、ちょっとこれ見てください。地熱が湧き上がってますよ。もう少し行けば温泉でも出てくるんじゃない？その前にもっと熱いものが出てくるはずよ。下流ニヒリスターのことよ。この一帯は彼女の領域だから。近くに感知された熱源はありません。スキャンを避けるために遮蔽物の隙間に隠れている可能性も捨てきれませんが。私が空から調べてきましょうか。そうしてください。あ、それから信号を。わかりました。まさかこれイサベルが帰ってくる音じゃないですよね？お願いだから土砂崩れじゃありませんように。どちらも違います。コードネームニヒリスター、上空から超高速で接近中。え、雲の上から来るの？揺れがどんどん大きくなってます。ニヒリスター、クイーンの先方、とうの昔に朽ち果てるべきだった古代の遺物。この楽園の虫けらどもが挑発しただと？この俺を灰になりたくて仕方ねえみたいだな。その願い叶えてやるぜ。ニヒリスターのコア出力急上昇中。指揮官、センサーに通常範囲を超える高熱が感知されました。そう、触れた瞬間溶けるってことね。あ、なんだよこれ。コア出力が再び加工します。ニヒリスターはなぜ？たく、じれってえな。こんないい土産持ってきてんなら先に言えっての。お前、喋るラプチャーを覚えてんだろ？お前が10日なんとかって呼んでたやつのことだ。どうしたって？あいつはな、俺がかなり大事にしてた手下なんだよ。お前とあのボロボロな巡礼者に殺されちまったけどな。普通退屈な復讐劇を期待してたなら悪いけど、俺そんなに情に熱いタイプじゃねえんだよな。お前にとってはラッキーだろうけどよ。だからよ、お互いにとって利益のある話をしようぜ。実はよ、トーカティブが死ぬ前すっげえ興味深い話をしてくれてね。お前を捕まえて体の中をひんむいたら、そこに俺の望むものがあるはずだって言っててよ。秘密っつうのはよ、抱えてる本人も知らねえ時ほど面白えんだよな。あいつにその話を聞いた時からお前に会える日を待ってたんだ。なあ、一体その体に何が入ってんだ？トーカティブのやつ、俺の望むものが何だと思ってあんなリスクまで背負いながらこいつを俺に差し出そうとしたんだ。そう、そう思ってたらよ、この楽園の青二歳どもが自らブラックボックスを持ってきやがった。ヘレティックが偽物を拉致しちゃったよ。あれ大丈夫？イサベル、すぐに追撃を。お待ちください、今はダメです。タイミングを計りましょう。指揮官様、今すぐあいつを撃ち落とさないと。このまま高度を上げられたら手が出せないよ。撃ち落とせる？いいえ、視界が悪すぎます。一歩間違えば師匠まで巻き込まれ。
あなたたち何してんの？ほら、ここに捕まって。ちょっと正気、竜の尻尾に火がついてたらどうすんのよ。わかりませんが、ひとまずぶら下がってみましょう。ここで仲良く団らんするためにあいつらを連れてきたんじゃねえぞ。どうだ人間、俺の提案を聞いてみねえか。簡単なことさ。あそこに閉じ込められてるお前のニケたちの命とお前の命、二つを天秤にかけてみようっていうめちゃくちゃ簡単な話だ。全員殺すのは簡単だが、火ってそういうもんだろ。誰をやるか誰をやらねえか、そういう調節がうまくできねえんだよ。だからお前の決断次第で全員を生かしてみようってわけ。まあもちろん体の中を見ちまったらお前は死ぬかもしれねえが、いわゆる偉大なる犠牲ってやつだな。それ以上聞く必要はありません。指揮官、命令さえ下されば直ちに攻勢に入ります。命令がなくても戦うし、はあ、いやー、どうすっかな。戦友愛か、涙が出ちまいそうだ。俺も調子を合わせてあげたいとこだが、お前たち雑魚どもを相手して俺の大切なブラックボックスまで燃やすわけにはいかねえだろ。だからおいお前ら、ちょっと手伝ってくれ。殺さねえ程度にいじめてやってくれよ。ラプチャー30機、いや50機以上、肉眼で確認。はあ、また戦闘。誰か言ってくれる、これさえ乗り越えれば昇進できるはずだって。オッケー、私たちが命を懸けてバーニンガム様に伝えてあげる。エンカウンター。まだ終わってない。指揮官をこっちに連れてこないと。今向かってます。ああ、やっぱダメだな、座って待ってんのは性に合わねえ。ブラックボックスがどうなろうともう知ったこっちゃねえから、全部ボロボロになるまで燃やしてから考えた方がいいな。お前たちもその方が楽しそうだと思わねえか。お互い灰になるまで戦おうぜ。ニヒリスタ、攻撃準備中。まさかあのドラゴンブレスみたいなのを撃つつもりじゃないよ。遮蔽物、遮蔽物の後ろに隠れましょう。あ、嘘でしょ、遮蔽物が溶けてる。このままじゃ身を隠す場所がなくなります。指揮官、ニヒリスターの炎が。全員聞いてくれ、ただいまより最優先目標をカウンターズとの合流に変更。フォーメーション FF、 最短距離で移動する。お待ちください、指揮官。そこまで急ぐ必要がありますか。あのままもう少し放っておきましょうよ。ニヒリスターだって無限の動力を持っているわけではありません。ああやって見境なく暴れていればいつか火力が落ちる時が来るはずです。そこに私たちが乱入すればいいのでは。パラン、お前はどう思う。さあ
せっかく面倒な試練を課してまで楽園に入れたんだから、死ぬとしても活躍している姿は見たいかもね。ノア。え？私の意見も聞くの？私はまあ、ドロシーの考えも尊重はするけど、私たちはカウンターズだかなんだかって子たちみたいに弱虫でもないし、正直ずっと待機してるのはもどかしいってのもあるよね。イサベル、お前はわざわざ尋ねる必要がありますか？これまで通り指揮官の仰せのままに。聞いたか？そういうことだ。はあ、皆さん急にどうしちゃったんですか？いつの間にかアークに行って妊婦でも埋めてきました？せっかく私が皆さんの代わりとなる玉よけを手に入れて簡単で楽な道を作ってあげようとしたのに、何がそんなに不満なのか分かりませんね。しかも皆さんお忘れのようですが、ニヒリスターを処理したからといって終わりではありません。クイーンの精鋭は他にもいます。しかももっと強力な精鋭たちが、そして彼ら全員がこの楽園を目の敵にしています。だから味方の被害を最小限に抑える方法を提示したのに。ドロシー、私たちが普段お前に従うのは、お前が私たちの誇りを裏切らない範囲内で動いていたからよ。そうそう、悪口も罠も全部 OK だけど、私たちにだって許せないことがあるんだからね。しかもあの人、ニケを解放するために戦いたいって言ってたの。もしもう少し早くそんな人と会えていたら、ここに来る代わりにアークを選んでいたかもしれないわ。アーク、アークですか。よくもそんなことが言えますね。イサベル、あなたたちはアークにあるものを軽蔑していたのでは？特に指揮官、あなたが一番ひどかったですよね。アークはあなたがアークのためにしてきた全てを否定したから。だからあなたがアークの指揮官を利用したとしても、エデンの誇りは少しも傷ついたりしないのに。かつては私もそう思っていた。しかしお前という存在が気づかせてくれたんだ。私が軽蔑していたのは、アークでもアークの人間でもなく、今日お前が言い捨てたように虫図が走る思想だということ。なんですって。行くぞ。はい、指揮官。イエーイ。やっと戦闘らしい戦闘ができるのね。犬みてえに走り回んのもそろそろ飽きてきただろう。逃げてばっかりいねえで表に出てきて俺と戦おうぜ。もっとあったかく気持ちよーく焼いてやるからよなあ。みんな大丈夫？破損率 44.33%、 損傷は外皮に集中しています。破損率 39.92%、 顔の火傷だけはなんとか避けたわ。破損率 48.43%、 こっちもほとんど火傷よ。通覚センサーをできるだけ下げてはいるけど、それを差し引いても機能が麻痺してる感じがするわ。正直もう限界ね。嫌です。今までやってきたことが水の泡になるじゃないですか。そうよ指揮官様、私たちのせいで指揮官様が諦めるところは見たくないな。それにもしかしたらってこともあるでしょ。必死に耐えていればヨハンとインヘルトが交流しに来るかも。その可能性は低いと思う。分かってる、ただ信じてみようってことよ。それで何か作戦はあるの？前に仮想のニヒリスター戦の訓練でどうこう言ってたでしょ。ヨハンとかなり白熱したやりとりをしてたみたいだけど。よし、どうなろうと
プラン A から F まで全部やってみましょう。くそ、てめえ、痛みを感じるのは久しぶりだ。でも参ったぜ。この愉快な感覚もたった数秒しか感じられねえなんてな。また自己修復、怪物みたいなやつ。師匠、次の作戦はありませんか。兄、こうなったらもう使っちゃってよ。あのアンチェインドとかっていう武器、正直私たちも結構頑張ったと思うわよ。ん？何？その中にアンチェインドが？じゃあ何迷ってんだ？今すぐ撃ってみろよ。どうせ自己修復さえしちまえばお前らなんか虫けら同然だからな。それでも食らっとけば少しは楽しませてくれんだろ。お前が想像したニケと人間が共に暮らす楽園っていうのは、死にかけのラプチャー相手でも生き残れないような弱い人間のためにニケが一方的に奉仕する場所なの。へえ、最後の生きる希望さえ自分で捨てちまうってわけ。ああ、もうおかしくなっちまったのか。ま、どっちでもいいや。体の中さえ見れんなら。自滅する気か、愚か者め。今からその献身的な頭に刻み込む。自分自身も救えない奴、他人を救う資格などないということを。これはアンチェインド？マジでこれを俺に撃つなんて、はあ、まったく本当情けねえ奴らだな。さっきから何回もその中に入ってるのがアンチェインドだってほざいておきながら、俺がおとなしく当たってやるとでも。埋まったやつは俺が持って帰るぞ。ちょうど俺にも使い道があってな。そうか、それは残念だ。なんだ、どうしちまったんだ。大事なものを奪われておかしくなっちまったのか。だからこんな普通の弾丸で俺をくすぐってんのか。まあ気持ちはわかるがな。何度もやられっと、俺にも我慢の限界ってもの。ん？あ？なんで？なんで自己修復が？今だ。全員一斉射撃。フェザー全機、最大火力で展開。盾にもレーザービームがついてるの知らなかったでしょ。今度から覚えといてね。簡単な話だ。お前が持っていた銃の最初の弾丸はアンチェインドではない。そうしてお前を騙すことでニヒリスターをも騙したんだ。このことについては謝ろう。しかし必要なことだった。ただ自己修復機能はもうなくなった。ヘレティックを倒すのはここからだ。あっちも一段落したみたいね。私たちも行きましょう。体はボロボロでも銃で攻撃くらいはできるでしょう。はい、私が撃たれた部分を集中して攻撃しちゃいます。うわ、畜生、俺の足元にも及ばぬ虫けらどもが。そろそろ終わらせる時が来たよ。やめろ、やめろって。そしたら俺がお前たちの代わりに殺してやるから。この手で殺
してやるからさ、クイーンを。射撃をやめてください。今さら割り込んですみません。でも今はそんなことを言っている場合ではなさそうなので。いや、耳を傾ける必要もない。ただ生き残るための悪あがきに過ぎないだろう。ニヒリスト、死にかけのあなたがどうやってクイーンを殺すというのですか。俺に計画がある。ずっと前から考えてたんだ、イリスのボディについて。知ってるか、クイーンの前身であり地上に残った唯一のミレンス、それさえ見つかればこの手でクイーンを殺してやる。だから早く俺の体からこのクソアンチェインドを取り出せ。うるさい。どうして、どうしてみんなそんなにおしゃべりが好きなの。指揮官、攻撃しましょうか。いや、目の前に見えているのは氷山の一角だ。今の戦力でどうにかできる相手じゃない。察しがいいね。その察しのいい頭をこれからはもっと低く静かに動かすようにして、もし今度また私を起こしたら、その時はその楽園って場所ごと深海に葬るから。